한 남자와 한 여자가 맞선을 보고 있습니다. 皆さん、男性と女性がお見合いをしています。첫 번째 데이트입니다。最初のデートです。レストランに들어왔습니다。レストランに入りました。그리고식사를주문하려고합니다。そしてこれから注文をしようとしています。근데남자가10분동안계속메뉴만보고있는것입니다。ところが男性は10分もの間もメニューばっかり見てるんですね。앞에있던여자가짜증나기시작했습니다。で、前に座ってる女性がもうイライラしてきたんです。15분이지났습니다。15分が経ちました。주문을안합니다。しかなかなか注文しようとしません。그래서여자가남자에게물었습니다。で、それで聞いてみたんですね。아직안정하셨나요？あの、まだ決めてないんでしょうか？그남자가아그게요그러니까요잠시만요그러면서엄마한테전화거는거예요아ちょっと待ってもらえますかとしてお母さんに電話をかけ始めたんです엄마레스토랑인데나뭐먹어야돼아라가짱僕레스토랑なんだけど何食べたらいい그러니까엄마가우리아들요즘피곤해보이더라最近疲れたようだね우리아들스테이키먹어스테이키だから스테이키食べたらどう아들이응알았죠엄마응가짱分かった스테이키주세요아스테이키お願いします그웨이터가고기어떻게구워드릴까요ちょっとウェイターさんが焼き加減はどうなさいますか그러니까그러니까요그거요잠시만요그럼서또엄마한테전화걸었어아そうですねちょっと待ってもらえますか엄마는얼마나익혀서먹어야돼母ちゃん、焼き加減はどうしたらいいの？우리아들미디움으로먹으렴。あのね、ミディウムにして食べたらどう？미디움으로주세요。ミディアムにお願いします。웨이터가음료수는뭘로하시겠습니까？じゃあ飲み物は何になさいますか？잠깐만잠시만요。아飲み物아飲み物かちょっと待ってもらえますか？엄마나뭐마셔야돼가짱나니논다라이노우리아들좋아하는오렌지주스마시렴아나타나스키나아래아르잖아오렌지주스알았죠엄마응와갔다가짱오렌지주스주세요오렌지주스오네가시마스여러분이렇게남자가주문을하고난다음에여자어떻게했을까요네그냥주문이終わりました자아이터의조세와도우시다と思いますか에뭐래총으로쐈다고아니주대에撃ってしまったって조용히일어났습니다아무너스카니아나타지아가리마시다그리고구두를벗었습니다하이힐을누기하지메탄데스그리고하이힐구두뒷굽으로머리를빡찍고가버렸습니다하이힐을카카투대아따마오둥또타타이테가에테시마타소데스까지마라요키에테시마에뭐있던걸만났습니다아今日はあまり運が良くないなとつぶやきながら帰ったそうです。いろんな男性もらうでしょ。このような男性のことは、どういう何と言うんですか。このような男性のことは何と呼ばれますか。ふにママボイラと。ふじはマジャコンと言うんですね。또는성인이됐는데스스로자립하지못한다그래서성인아이라고도그럽니다아니야大人なのに自立できないから子供っぽい大人とも呼ばれたりします。여러분왜성인아이왜ママボイが생길까요。なぜマジャコン子供っぽい大人になってしまったんでしょうか。어려서부터과잉보호를받으면성인아이가된답니다あの子供から親に過保護されたらこのようなマジャコンになりやすいそうです늘필요이상의보호를받고살면그렇게해서자라면애가스스로자립할수도없고결정할수도없는성인아이가된대必要以上に過保護されたら子供が自身で物事を決めることができない子供っぽい大人になってしまうんです그럼이성인아이언제서부터생겼을까요子供っぽい大人はいつ頃から現れ始めたんでしょうか옛날에막여덟낳고막열낳고막이럴때있었을까요ママボイが昔子供が7人8人生まれてきた時にマジャコン子供っぽい大人が存在したんでしょうか하나만 낳자이럴때서부터ママボイが생겼답니다父は一人子供は一人に一人一人だけ産みましょうそういう時からこの子供っぽい大人マママジャコンが生まれたそうなんですね집에아이가하나밖에없으니까그냥뭐상점모시듯이키우는거예요
ですから家庭に一人息子、一人あの息子娘ですからとっても大事に育てるわけです。애가조금만다쳐도조금만긁혀도막큰일난줄알고난리가났어요。少しま傷がついただけに、もう異常に反応するんですね。애가뭘잘못해도주의를안주는거예요。まあ、子供がいけないことをしたのにもあまり注意とかもしたりしません。주의를주면기죽는다고。注意したらあのやる気をなくしてしまうから。그냥오냐오냐하면서키우는거예요。はいはいはいといいよいいよとながら育てるんですね。치고대치고대그러면서키우는거예요。かっこいいよね。かわいいからね。かわいいからね。と。一番かわいいからね。めんな거짓말만하면서키우는거야。そんなにあの子供に嘘ばっかり言って育てるわけです。그러니까이런애들이잘못을해도이게잘못인지모르면서커버성인이돼버린거죠。だこう褒められてきたですから、いけないこと知っても自分がいけないこと注意されてないから、いけないこと知らずに成長していくんですね。그러니까이렇게큰남자애는마마보이가되는거고요。だからこうやって大人になった男の子はいわゆるマザコンになるわけです。이렇게커버린여자애는주제파악못하는공주병걸린애들이되는거예요。まだそうにあの大事にされて生まれてきた女の子はあのお姫様病にかかるんですね。그러니까어른이돼서마마보이하고이런공주병걸린애들이결혼을합니다。그래서어른이나때그노아마자공의오토코토아노오시메오시메사마병이가깝다온나는것도결혼するんですね。실제로実際そうなんですよ。그러면어떻게되겠어요。자도나도나로또뭐입니까가정에또문제가생겼어요。가정에문제가생겼습니다。기본적으로자기밖에모르는애들이거든요。2人とも基本的に自己中心ですよね。뭔일이생기면늘자기위주로생각하고자기위주로말을하는거예요。何問題が起きたら自己中心にあの物事を考えて物事を言ったりします。남생각을안하는거죠。人のことは立場分かりません。자기위주로말을해버리고。もう自己中心で物を言ったり。자기위주로행동해버리는거예요。で自分勝手な行動を取るんです。그러니까서로막상처를받는거죠。ですからこの結婚したら二人とも傷つけ合うんです。그러면서헤어진다고못산다고。それどっちにはもうやっていけないとして別れてしまうんです。그래서통계를보면지금두커플이결혼을하면한커플이이혼을하는세상입니다。ですから今の時代は二つのカップルが結婚したら一つのカップルは離婚する世の中だそうです。그이외에별거하는가정들。まああるいはなんか別居したり。근데여러분시간이지나서몸은성인이됐어요。皆さんあの年を取るにつれてあの体は大人になっています。근데생각이나마음은성장이안된거예요。しかし考え方やこの心は成長してないんですね。성인어른これが子供っぽい大人っていうんですね。여러분신앙생활안에서이런영적인부분안에서도그런부분이똑같이있습니다。しかし皆さん信仰においても霊的なところにおいても同じ現象が起きているということなんです。우리가예수님을믿으면예수님을구주로믿고말씀대로살아가는것이당연한것입니다。예수様を救い主として受け入れたならば、御言葉通りに生きることが当たり前なんですね。근데예수님을믿는데しかし예수様は信じているんですが여전히세상사람의모습으로살고있는거依然としてこう世の人と同じ姿であの生き方をしている。내옛습관에서벗어나지못하는거古き習慣からあの抜け出ずにいる。이게바로영적인성인아이거든요。実はこれが霊的な大人っぽい子供っぽい大人なんです。어른이됐는데도엄마에서서벗어나지못하는거。大人になっているのにお母さんの懐から抜け出ることができない。이게마마보이라든가공주병걸린애이렇게얘기를들으면티가나잖아요。벌써。皆さんこのマザコンやあのお姫様病にかかってる女性は特徴があるんですね。행동만봐도아저공주병다알잖아요。仕草だけでお姫様病だなと分かるんですよね。얼굴은무술인데。顔はブスなのに。아지가공주인줄아는거예요。自分がお姫様だとあの思って振る舞うんですね。몸은주방아줌마도공주인줄아는거야지금。もう体はこんなにも丸々太ってるのに。그러니까우리가그걸왜어떻게알수있습니까도야때그독초도유독초대와가는데스가걔말이나행동을보고아는거예요따라서서로아노이까타야서로시그사고도밑에와가는데스근데그말이나행동은그사람안에있는것이있는것이이제표현되어지는거니까우리가아는거라고言葉とかあの行動を行いは内側にあるものが現れてくるものですからわかるわけです。그러니까여러분생선을싼종이가아무리예뻐도요그종이에서는생선비린내가나는거예요그래서사카나를뜯은다감이가あの綺麗だとしてもあの魚臭い匂いがするものなんですね。아무리이세탕봉지에쓰레기담으면뭐해이세탕のあの手提げ袋に米入れたらどうなりますか백화점봉지에서쓰레기냄새나는거예요百貨店の高級その袋からあの米の匂いがするわけです。
하지만보잘것없는그병에향수가들어가있으면그보잘것없는향그병에서는향기가나는거고요しかしみすぼらしい瓶の中に高価な香水が入ってるならば香水の香りがするんですね그리고우리안에예수님이계시는데私たちのうちにはイエス様がおられる그우리안에서무슨냄새가무슨향기가나야될까요자私の内側はどういう香りがすると思いますか우리안에서예수님의향기가나는것이정상인거죠ですから私の内側からキリストの香りが出てくるのは放つのは当たり前のことです그런데우리안에서죄의냄새가나고しかし私たちの内側から罪の匂いがしてくる세상냄새나고世の匂いがしてくる나의타락한인간적인그런모습의그런냄새가난다면타락した人間的なその匂いがしてくるとしたら우리는예수님을믿으면서신앙생활하고있지만영적인부분에서는성인아이라는거예수様を信じて信仰生活しているんですが霊的においては子供っぽい大人なんですね아직성장하지않은어린거라영적으로어린거라まだ成長していない霊的な子供未熟だということなんです근데그런어린모습은요다른사람은몰라도자기자신은알거든요そのような成長していない未熟なところは人は知らなくても自分自身がよく知っているんです그래서하야왜이럴까나는왜이럴까자기혼자고민하고걱정합니다私はなんでこうなのと一人で悩んだりします그래서나름대로금식을해보기도하고で自分なりに断食をしてみたり금식기도를해보기도하고そして断食の祈りをしたり작정기도도해봅니다期限を決めての祈りもしてみたり그런데그때뿐인거예요しかしその時限りであって元に戻るんですね안바뀌는거죠もう変わらないんです왜안바뀔까요なぜ変わらないんでしょうか왜안바뀔까요なぜ変えられないんでしょうか오늘본문의14절을보면이렇게말씀하십니다그는본문의14절에못터지때고가했다우리가영적으로성장하지않아서영적으로어려서그렇다는거예요우리가霊的に成長していないから霊的な子供のままでいるからだと書いてあります맨날믿음이콜막돈축복물질축복이런걸로만있으니까성장하지않는다는거예요신고이꼴부지츠오카네고유칸가에테이르카라신고덱기니세초가되기나인데스믿음이꼴예수님의사랑이아니라신고이꼴예수님의사랑이아니라예삼은아이디와낫고신앙하면내가뭘받는거이렇게내버린다는거예요신고때에뭔가이따다기르카나또고오모테시마운늘이런식의신앙생활하다보니까영적인성장이없고우리가어리다는こういうようにもらうことばかり考えるから霊的に成長できずにいつも子供のままにいるんです그렇게어리면은무슨일이일어나냐면말씀하시기를사람의속임수에속아빠진다これに成長していないいなくて子供のようでいるならば人の欺く悪い策略に騙されるんですと書いてあります어려서간교한유혹에빠져버린다는成長していないから子供のように人の悪だくみに言い回されてしまうとか어려서마음이이랬다저랬다요동친다는거예요成長していないから子供のように心を持って遊ばれてしまうと書いてある여러분누가우리를속입니까皆さん誰が私たちを欺こうと騙そうとするんですか누가우리를유혹합니까誰が私たちを悪い策略で誘惑するんですか누가우리의마음을흔듭니까誰が私の心を持って遊ぼうとするんですか성경에서는저주받은흑암의영들이그렇게한다고聖書には呪われた暗闇の霊があるという言うんですね하나님께택한받은자들조차도넘어뜨리려고하는저주받은귀신들이그렇게한다는거예요神様に選ばれた先民さえも打ちのめそうと呪われた霊どもがいると어리니까어리니까그귀신들이흔드는대로흔들림을당한다는거예요成長していないから成長していないからそういうふうにもてあそばれてしまうんです여러분어린아이들을보십시오皆さん子供たちのことを見てください애들은사회성이아직발달하지않아서기본적으로자기위주예요子供たちは社会性がまだないから基本的に自己中心なんですよ그래서한손에자기가장난감을가지고있습니다それで自分の片方でおもちゃを握っているとしましょう근데옆에다른애가다른장난감을갖고있어요근데隣の子供がまたその子供手にもおもちゃがある그럼얘어떻게할까요자私のこっちの子供はどういう反応を示すんですか너가이장난감도갖고있으면너무좋아보이겠어이럴까요자자私のものをあげるからとても格好いいかもしれないこういう思いを持つんですか저게더비싸보인다あの子のものがもっと格好よく見える저것도갖고싶다아欲しい갖고있으면서저것도시세만하는거예요自分の片手でおもちゃあるのに내탐은ですね그리고엄마아빠한테저거사달라고땡깡부리는거예요お母さんお父さんに言ってあれ買ってちょうだいとダダをこねるんですね왜그렇습니까なぜなんでしょうか어려서그런거예요まだ成長してないからなんですね그러니까유괴범들이어른들유괴안하고아이들유괴하는거죠だから愉快犯は子供たちをそうやってさらっていくんですね어리니까成長してない未熟だからなんですね잘속임에빠지니까
よく騙されやすいからですよね。誘惑에잘빠지니까。誘惑に陥りやすいですから。어아이스크림사줄게언니따라와아이스크림갖다줄거라お兄ちゃんについてきて。어엄마가저기서너데려오라그러시더라お母ちゃん頼まれたの一緒に行こう애들은금방속죠子供はすぐ乗ってしまうんですね어리니까まあ成長してないからなんです근데여러분이것이그냥어린아이들의모습만이아니라는것입니다しかしこれは成長していない子供だけに限られていることなんでしょうか세상에서살아가는몸은어린인데아직성장하지않은성장아이들의모습들이그렇다는거예요그래서가라다와뭐미카케와립반오토나나노니마다세주시테이나이고도모포이오토나다치가소유스가타토오나지난데스세상에서살아가는성인어린아이들이그렇다는거예요그는요런아까데그라시테이르오토나포이오토나다치가소유고토야테이르테이고토란데스그래서고린도전서13장11절에보면사도바울이이런고백을합니다그런데고린도비트로대감이13장11절에시도바울은고노요나고고하고시테이마스장성한어른이되어서는어린아이의일을버렸노라大人になった時には子供のことをやめました。어른은어른은요아이들이하는놀이아이들이하는일안한다는거예요皆さん大人は子供のようなこと子供の遊びなんかしません어른은어른의일을하는거죠大人は大人の仕事大人のことをします어른이됐는데아이들의일을하고있으면그것은성인아이인거예요大人になっているのに子供のようなことをしているというならばその人は子供っぽい大人なんです우리들이삶을살아갔는데늘우리어른인데아이들행동한다면그이상한거죠私たちはもうすでにもう成人大人なのに子供のような行う行動を知っているとしたらおかしいんですよね제가例えばですよ私が할렐루야히로타집사님오셨어요할렐루야시지시さんようこそよく来てくださいましたね집사님오늘저랑속곱장하셔야돼요시지시さん私とままごとやりませんか이럽니까こういうことを言うんですか그럼히로타집사님뭐라고하셨어요するとあの히로타시さんは何と言うんですか저는속곱장안합니다いや私はままごとなどはしませんよ저는병원놀이좋아해요私はお医者さんごっこが好きなの이러면서막볼펜으로막찔리면서안아픕니다 막이러고있어볼펜で注射ごっこしながらこう大丈夫痛くないと言うんですか이런거안하죠しないんですよね어른이니까大人だからです어른은아이들이하는일안하놀이안합니다大人は子供のような遊びごっこはしません여러분우리들도마찬가지그래서우리たちも同じなんです우리가이렇게하나님예배한다고이렇게모여서하나님을예배하고このように神様を礼拝するために集まって礼拝しているんですね많은시간을예수님의이름으로기도하고多くの時間をイエス様の御名によって祈っています날마다하나님의말씀을묵상하면서毎日聖書の御言葉を思い巡らしています나그래도세상과구별되는신앙생활을한다고이렇게말을하면서도이런구별지시다신구생활을やってるというんですね여전히내삶속에서내옛사람의모습의생각마음그대로있고이젠또시대흐르기문으로감가해そして心を持っているならば옛습관그대로살아가는모습이우리들에게있다고한다면흐르기습관その通りに生きているところがあるならば우리는아직몸은성장한겉으로볼때는정말신실한크리스찬의모습으로보이는그런어른의모습이지만아직성장하지않은영적인성인아이라는것입니다미카키와립바는大人として見えるんですけれども内側は霊的にはまだ未熟な子供っぽい大人なんです하나님은말씀하십니다가슈와이마데모가사테오라레마스장성하라했습니다大人になりなさい성숙하라했습니다キリストの導いた御岳にまで成長しなさい현명하고현성숙한현숙한사람되라했습니다주にあって主の知恵にとどまりなさいと우리는몸은어린인데아이처럼살아가는거이런신앙생활속에서는이런거없어져야돼皆さん体は立派な大人なのに実際に行いは子供っぽい大人もうこれは捨てなければなりません우리가그런모습으로살기위해서는어떻게해야될까요자私たちはどうすればいいんですか어른으로서어른답게살아가기위해서우리어떻게해야될까요大人として大人らしく生きるためにはどうすればいいんでしょうか오늘본문을보면하나님께서말씀을하십니다今日の本文を通して神様は語っておられます하나님의아들을믿는믿음이있어야합니다神様の御子を信じる信仰が必要だと하나님의아들을알아야된다라고神の御子を知らなければならない이두가지가하나가되어서온전한사람이되게하라했었어요この2つによって完全な大人になれると그리고그리스도의장성한분량에충만한데까지이르게하라했습니다そしてキリストの満ち満ちた御岳にまで成長できるようにしなさいと
네가성장할수있는만큼의충분히성장하게끔하라는거예요예あなたの信仰が成長して完全に大人になれるまで努力しなさいと하나님께서는우리가성인성장한그믿음을갖기위해서는두가지를말씀하시는데大人の信仰大人として生きるためには二つが必要だと主がおっしゃいました첫번째가하나님의아들을믿는믿음입니다第一としては神様の御子を信じる信仰여러분믿음이무엇입니까信仰は何ですか로마서10장에서말씀하시는것처럼예수님을내구주로믿는거예요예로마베드로대감지시오에가르쳐주니예수様を救い主として受け入れる信じることです그리고그예수님을절대로신뢰하는것이믿음입니다そしてその예수様を絶対的に信頼することが信仰なんです하나님의이말씀이진리의말씀을절대로신뢰하는것이그게믿음인거예요神様の御言葉真理の御言葉を絶対的に信頼することが信仰なんです마음으로믿고입으로시인하면서사는것그것이믿음입니다心で信じ口で告白することが信仰なんです하나님말씀대로말씀에순종하면서사는그것이믿음인거예요御言葉通りに従順して歩むことが信仰なんです여러분하나님이우리를구원하실때무엇을보고우리의무엇을보고구원하실까요하나님이우리를救いになる時に私たちの何を見て私たちを救うんですか하나님이우리를축복하실때우리의무엇을보고축복을하실까요祝福したいと思う時に私の内側に何を見て主は祝福をするんですか바로우리가갖고있는믿음을보시고구원하시고축복하시는それは私たちの内側にある信仰をご覧になって救い出し救って祝福してくださるんです우리가오랜동안신앙생활한다고구원받을까요皆さん信仰歴が長いだから救いを受けるんでしょうか하나님은우리의믿음을보시고구원하십니다神様は私たちの信仰を見て救うのです그래서예수님도이렇게말씀하셨어요それでイエス様もこのようにおっしゃいました평안히가라平安であれ네믿음이너를구원하였노라あなたの信仰があなたを救ったのだから네믿음이나음을잊게하였노라あなたの信仰によってあなたは癒された네믿음이네가온전케되게하였노라あなたの信仰によってあなたは完全なものになったのです하나님은우리의믿음을보고우리를구원하시고このように主は信仰を見て私たちを救い出します하나님은우리의믿음을보고우리를축복하시고건지십니다信仰を見て祝福し私たちを救い出してくださるんです바로그하나님이보고계시는그믿음이우리를어른으로성장한믿음으로만들게한다는거예요主がご覧になるその信仰その信仰によって私たちは完全に大人になれるんです이런믿음이없으면몇십년신앙생활하더라도늘어린아이같은신앙일수밖에없다는거예요こういう信仰がなければ何十年イエス様を信じても子供っぽい大人の信仰を持つしかないんです사랑하는여러분아시르미나사우리는하나님이말씀하시는성경이말씀하시는그믿음을가질수있기를주님의이름으로축원합니다우리는성경에있는하나님이말씀하시는그믿음을가질수있기를주님의이름으로축원합니다두번째로하나님의아들을아는거라네번째로하나님의아들을아는거라네번째로하나님의아들을아는거라네번째로아는것이무엇입니까아는것이무엇입니까아는것이무엇입니까예수님을안다는것이무엇입니까예수님을안다는것이무엇입니까예수님이언제오셨고이땅에서무엇을하셨고언제하늘로올라가셨는지그걸알면아는것입니까예수様가난년도니고라래何をしたのかそしていつ天に変えられたのかそれを知ってることが知ったことになるんですか여러분지금의일본의아베총리아십니까皆さん安倍総理皆さん知ってますよね전화가능하십니까電話かけられますか아베총리가언제총리가됐는지安倍総理がいつ総理になったのか공약이무엇이었는지それで選挙でかけた契約は何なのか총리가돼서무엇을했는지総理になってからどのような働きをしてきたのか그것을알면총리를아는것입니까それを知っているとするならば安倍総理を知ったことになるんでしょうか정말안다는것은이런것일것입니다みんな本当に知っているっていう知っているということはこういうことなんです그사람의마음과뜻과생각이것을서로소통할그때소통하는그때서로를안다라하는것입니다여러분相手の心や思いを分かち合った時に相手のことを知ったというんですね그럼오늘말씀에하나님의아들을안다라고하는건그안다는무엇일까요자今日の本文で믿고知ることが必要だと書いてありましたどういう意味なんでしょうか마태복음에서말씀하시는내가
주안에주가내안에바로이말씀입니다마태의福音書に書いてあるように私が主にとどまり主が私のうちにとどまることであります내가주님이원하시는그뜻을알고私が主の望むその心を知っている주님이내마음을아시는것主も私の心を知っている그래서늘주님과동행하는그것それでいつもこの主と共に歩むこと그것이바로예수님을안다라는것입니다これが主を知っているということなんです우리는그저예수님의지식적인성경을통해서예수님을아는것이아니라우리는성경의지식을통해서예수님의것을알고있다는것이아니라내가주님안에거하고내가주님안에거하고주님이내안에거하셔서주가내안에거하고주님이주님이원하시는것이무엇인지아는주님의미국으로가무엇을知る그런예수님을알수있는저와여러분될수있기를주님의이름으로축원합니다그런ような知り方をする私と皆さんになることを祝福します。그럴때우리가어떻게된다고오늘본문이말씀하십니까그럼두가지가서로서로에르또우리たちは도유모노니나레는ですか온전한사람이된다고말씀完全に大人になると書いてあります성장해야될만큼충분히장성할수있는사람이된다고말씀하십니다キリストの満ち満ちた御丈にまで達することができると그럴때우리가그저예수님만따라다니는그저예배만드리는무리가아니라예수님의진정한제자가되는것입니다そうすれば私たちはただイエス様についていく群衆や群れじゃなくて本当のキリストの弟子になれるんです。그리고그럴때우리의고백은이렇게나와나올것입니다。その時に私たちはこのような告白ができるでしょう。어린아이를버렸노라。子供のことをやめました。옛습관에세상의사람의습관을버렸노라。古き人の習慣、その世の中の習慣を捨てました。마귀에게속지않느니라。悪魔にもう騙されません。마귀를이겼노라。悪魔に打ち勝ったので。ハレルヤ。ハレルヤ。우리의고백이이런고백나와야될줄믿습니다こういう告白が口から出ていただきたいのです。사랑하는여러분。愛する皆さん。세상에묶여서하나님의뜻을이루지못하고살아가는사람이아니라この世に縛られて神様の御心をなすことができずに生きるのではなく하나님의뜻을위해서세상을살아갈수있기를주님의이름으로축원합니다神様の御心のためにこの世を生きていくものになることを祝福します장성한분량의어른된영적인믿음을가지고キリストの導くために御丈にまで成長した大人の信仰を持って마귀를두려워하면서사는것이아니라それで悪霊を恐れながら生きるんじゃなくて예수그리스도의이름으로마귀를대적하면서사실수있기를주님의이름으로축원합니다예수그리스도의이름으로마귀를대적하면서사실수있기를주님의이름으로축원합니다우리에게부으신하나님의축복을방해하는모든악한것들우리에게부으신하나님의축복을방해하는모든악한것들우리에게부으신하나님의축복을방해하는모든악한것들우리의삶을묶어버리는저주받는흑암의영들우리의인생을縛り付けようとする暗闇の霊ども우리를넘어지는악한것들우리를つまずかせようとする悪しき者진을믿음으로짓밟고파쇄시키는믿음의사람들될수있기를주예수그리스도의이름으로축원합니다こういった악霊의진을신고を持って打ち砕く私と皆さんになることをイエス様の皆によって祝福します。어른된영적인믿음을가지고살아가십시다皆さん大人としての霊的な信仰を持って歩んでいきましょう기도하시겠습니다一緒にお祈りましょう거룩하시고전능하신하나님아버지聖なる全能なる父なる神様하나님내삶이이제더이상어린아이같이살지않겠습니다저私はもうこれ以上子供として生きたくありません어른된장성한믿음으로살겠습니다皆さんキリストの導いた御丈に成長した大人の信仰を持って歩んでいきます하나님나를도와주시옵소서ですから私を助けてくださいと절대흔들리지않는예수그리스도를믿는그믿음으로살겠습니다絶対に揺らぐことのないイエスキリストを信じる信仰を持って歩んでいきますイエスキリストを아는그암의삶을살겠습니다イエスキリストを本当に知ったものとして歩むことができますように성령님도와주시옵소서라고聖霊様助けてくださいと함께해주시옵소서라고共に歩んでくださいと통성으로합심해서기도하시겠습니다자고해하게되이렇게이기ましょう